クエンティン・マサイスの四個目の肖像衆とは、肉体的魅力が感じられない、すなわち醜い様子を言い、特に視覚的なものを指すことが多い。しばしば醜さは、嫌悪や恐怖を引き起こす。対義語は美である。精神的な衆の意味では、恥と道義で使われる。また衆は、 醜悪なものや憎みののしるものへ対して、または自らに対し髭の気持ちを込めてもちいられる。醜さは主観的な美学の問題であるという主張もあり、美しいと言われた、ある人が別人にとっては醜いと捉えられることもある。しかしながら、人間の醜さは正当他の一部や遺伝的、肉体的な健康の指標となっているというのが、 科学的分野からの見解である。ミニキー、美しいという語は、肉体美の欠如だけでなく、音楽や文学、人間の仕草などにも当てはめられる。ソクラテスは、豚のような花で、両目の間が大きく開き、アヒルのような歩き方をしていたが、民衆に慕われていた。哲学者についてまとめた、ギリシア哲学者列伝で、ソクラテスは、 絶えず、自分を鏡に映し、美しければ、それにふさわしい人になるように、醜ければ、教養によってその姿を隠すように、と述べている。第16代アメリカ合衆国大統領、エイブラハムリンカーンは、聴衆の多くは、彼が不格好で醜いと考えており、新聞記者も、類人猿のような堀の深い顔や歩き方が、ぎこちないとこきおろし、 彼自身が周囲で一番醜い男とコンプレックスを抱いていた。しかし、彼の友人で電気の著者であるウィリアム・ハーンドンは、リンカーンは美男子でもなければ、醜い男でもなかった。彼は平凡な顔をした男であり、外見に無頓着で素朴な見た目と素朴な行動をしていた。彼には、華やかさや威厳などはなかった。彼は、悲しそうな男で、 彼が歩いてると憂鬱な雰囲気が出ていた。その暗い雰囲気に心動かされみんなが同情した。これが彼が成功した秘訣であると述べている。ありがとうございます。